死亡腫とは南部組織に発生する死亡細胞による良性腫瘍である。皮下組織に発生する潜在性死亡腫と筋肉のような深い場所に発生する潜在性死亡腫とに大きく分けられる。なお、死亡肉腫とは異なる。以下、特に断りがない限り、人における死亡腫について述べる。死亡腫の発生原因はよく分かっていない。 しかし、以下に述べるように発生しやすい場所と発生しにくい場所が存在することが知られている。死亡種は全身で発生しうるものの、背中、肩、首などが特に発生しやすい部位である。また、死肢では上腕部や大腿部のように体幹部に近い場所に発生しやすい。一方で、顔面、頭皮、肩体部などにはあまり発生しないことが知られている。参考までに、 何らかの刺激を受けやすい部位に脂肪腫は発生する傾向があるようだとの意見も存在する。なお、いずれの部位においても皮下組織に発生する潜在性脂肪腫が大部分である。脂肪腫の電子顕微鏡写真に一般的に脂肪腫は繊維質の袋状の組織で包まれており、周辺組織との境界がはっきりとしている。袋の中身は完全に分化した脂肪細胞の集まりであり、 脂肪を豊富に含む。その増殖速度は遅く、ゆっくりと肥大化する。その大きさは数ミリメートルから10センチメートルを超えるものまで多岐にわたる。皮下組織に発生した柔らかい潜在性脂肪腫が大部分ながら、比較的硬い筋肉内に発生した潜在性脂肪腫も存在する。なお、血管が多く分布した脂肪腫は血管脂肪腫と称される。 死亡種と似た場所にできる悪性腫瘍として死亡肉種が知られる。この死亡肉種のうち特に分化度の高い低悪性度とされる高分化型死亡肉種は画像診断、目視、組織学的特徴のいずれでも良性腫瘍の死亡種との間別が難しい場合がある。しかし、高分化型死亡肉種の場合は染色体の十二九十四から十五の増幅が特徴的であるため、 この染色体領域にある MDM2 や CDK4 の発現を調べることで、死亡種と抗分化型死亡肉種をおおむね区別することができると言われている。多くの場合、痛み、かゆみなどの症状はなく、無症状のまま、コブとして発見されたりする。ただし、記述のように死亡種は全身で発生しうるものであるため、死亡種ができた場所によっては、 例えば他の組織を圧迫するなどしたことによって何らかの症状が出現する場合もある。また、死亡種の中でも血管死亡種の場合は痛みを伴うことが普通であるように様相の違った死亡種も存在する。なお、粉粒子とは異なり、切開なしに腫瘍の中身を皮膚外へ絞り出すことはできない。適出手術中の死亡種発生した部位がよく、 特に問題を起こしていない小さな死亡種であれば積極的な治療は行わずに経過観察に止めることもある。しかしながら大きな死亡種は美容上の問題が出てくることもあるために適出を試みることもある。死亡種と紛らわしい悪性腫瘍である死亡肉種の可能性を疑って治療を行う場合もある。また大きさはさほど出なくとも発生した部位が悪く 問題を起こしている場合も適出が試みられる。いずれにしても死亡腫を取り除くことにした場合は手術を行って完全に切除することが一般的である。適出手術の際は死亡腫の皮膜を損傷しないように注意を払いつつ死亡腫全体を一気に適出するように心がける。なお死亡腫は液体が貯留してできているものではないため注射器などを用いて 中身を抜き取るといった方法は基本的に不可能である。ただし、一般的な方法ではないものの、巨大な死亡種の場合は、死亡吸引が試みられることもある。死亡種は人だけに見られる、良性腫瘍ではない。例えば、犬などでも死亡種が発生することが知られている。ABCD 死亡種 AB 死亡種について、AB 南部腫瘍。 清水博新しい皮膚科学 P416、P417 脂肪細胞系主要ホースタイン、I、ペルマス M、ウリアス A、ペデュートーアカイ、マスリンペリスイエース、クインドレジェ M、エヴァリュエーションオブ MDM2&CDK4、アンプリフィアケーションバイリアルタイム PCR、オンパラフィンワックス、エンベデッドマテリアル、A ポテンシャルツールフォーザダイアグノシスオブエティピカル、ライポマタストゥーマーズ、 ウェルディフェレンシーテッドリパサコマスジャーナルオブパソロジー二百二九十五百二ドイ十点一零零二パス千四百九十五プミド千四百六十九万四千五百二十六ジェームズウィリアムベルガーティモシーエルストンダークアンドリューズディジジスオブザスキンクリニカルダーモットラジーサンダース零から七二一六二九二一ゼロラピニ ロナルド・ピー、ボラニア、ジーン・エル・ジョラッツォ、ヨゼフ・エル、ダーモット・ラジー、2、ボリュームセット、ストリート・ルイス・モースビー、ピアニッシモ、1838、ISBN1 から416029990犬の病気、死亡種、一般社団法人日本形成外科学会、2015年9月17日閲覧、ありがとうございます。